3,4, テトラジンの構造 1,2,4,5, テトラジンの構造テトラジンは4つの窒素原子を含む6因間のベンゼン間から構成される化学式 C2H2N4 の不安定な化合物である。テトラジンという名前はこの化合物の誘導体に命名される。核となる管には 1,2,3,4, テトラジン 1,2,3,5, テトラジン 1,2,4,5, 1テトラジンの3つの異性体が存在する。1,2,3,4テトラジンは、しばしば方向属間に融合した形で単理される。また、ジオキシド誘導体として安定化される。1,2,4,5テトラジンは、非常によく知られており、無数の3、6から2時間体が知られている。これらの物質は、エネルギー科学の分野で用いられる。3 6時マイナス2ピリジルマイナス1、2、4、5テトラジンは、2つのピリジン置換器を持ち、ディールスアルダー反応の主役として重要である。ノルボルナジエンと1度のディールスアルダー反応、2度の逆、ディールスアルダー反応を経て、1つのアセチレン元を交換し、シクロペンタジエンとピリダジンを形成する。ノルボルナジエンがアレイに結合すると、この反応は中間体で停止する。 ありがとうございます。